ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこらい戦争本話化の方でやっていくわけなんですけども、今回ですねやっていく内容に関してはですね、今ですねレアキャラクターのパープ画面の方に来てるわけなんですけども、こちらマキシマムファイターなんですけどもね、今回こちらのキャラクターの本能の方ですね上げていこうかなと思います。だいぶね NP の方が溜まったのでね、せっかくなんでちょっとね上げていこうかなと思います。でこのキャラクターを選んだ理由なんですけどもね、意外と結構ね優秀であってね、まあ、突撃ダメージ耐性だったりとか、まあいろいろねあるわけなんですけども、まあ一番ねこの突撃かな、ちょっとね自分が持ってるキャラクターでねダメージ耐性だったりね無効化するキャラクターはあんまりいないんで、まあちょっとこれかなり魅力的なので、ちょっと今回ですね、こちらのね NP の方を使って全てちょっと開けていこうかなと思います。まあかなりねもうガチガチなファイターになってくるのかなと思うのでね、まあそれを楽しみにしつつ、まあ最後にですね、まあ軽くステージの方で、まあどれくらい変わったのか、まあ使えればなって思うんでよろしくお願いします。じゃあ早速ですねやっていきましょう。でとりあえずねこちらの玉に関してはですね、まあ、装着しなくていいのかなと思いますんで、まあ、玉なしで、いいですね。はい、じゃあまずこっからでございます。動きを遅くするを無効でございますね。じゃあこれをちょっと解放しましょう。いきます。はい、さあ、まあ、だいぶ減ったな。50か、結構減りますね。はい、ということで動き遅くする、向こうが解放されましたということでございます。まあこれはこれで終了でございますね。お次、古代の呪い耐性ですね。まあこれは普通にですね、まあ、新レジェンドとかで使う上にね、あといってそんなないかなって感じがしますけども、まあとりあえずこれ解放しますかね。いきます。はい、さあということでこっからですね、こっからどんどんちょっと強化させていこうかなと思います。多分ね NP 足りると思うんだよね。まあちょっとガンガン上げていきますかね、まあ最悪全部上がりきらなくても、まあ、突撃がとりあえず間に合えばいいかなって感じがするんですけどもね。 OK、 これでまだ上がるんだね。まだ上がる。OK、 これで終わりですね。はい、ということでレベル10到達でございます。ということでこれでまあ古代の呪いに対戦に関してはまあ割と、いいんじゃないのかなと思います。じゃあ次、攻撃力ダウン無効でございます。これもね解放させてます。これで多分終了かな。いきます。はい、さあということでこれで3つ目も終了でございますね。でお次はこちら突撃ダメージ耐性でございます。これが一番目玉かな。はい、これでちょっとタッキー戦どうなるかちょっと試してみたい感もありますけどもね。まあとりあえず、まあ最後に使いますかね、せっかくなんでね。じゃあ行きまーす。はい、じゃあこっからですね、まずレベル10までちょっとねガンガンやっていきます。どうだろうね、どこまで変わるかな、すごい気になるところ。いや普通にねちょっとこれはかなりでかいので、いや上げといてね全然いいかなって感じですね。じゃあこれで最後でございますね。いきます。はい、ということでこれで毒撃ダメージ対戦の方もレベルマックスでございます。あとは基本体力アップですね。まあこれ、同時でやっておくとかなりでかいかなって感じがするので、このままいっちゃいましょう。はい、さあということでじゃあこれもねレベル10にさせていきます。わー NP だいぶ減ったね。いやーなんか1体のキャラクターを本能マックスにさせるのかなり結構ね NP 必要なので、今後ねなんか割と NP が手に入るようななんかシステムができるといいですね。じゃあ行きます。最後ですね。はい、っていう感じでございます。これで、フルマックス、まあたまたまないんでね、ちょっとなんだろうね、完全とは言えないけど、まあ一応ね、一応完全にしとこう。うん、まあこれもねたまたまに関してもね、他は何入れるかわかんないんですけど、まあ近々やれればなと思います。ということでじゃあとりあえずね、こんな感じで本能の方を上げました。マキシマムファイターの方をちょっと今からですねいろんなステージの方で使っていこうかなと思います。はい、ということでじゃあ今からですねこちら邪神様のお告げでございます。結構めんどくさいね敵の方が出てくるんですけども、ちょっとこちらのステージの方でちょっとやっていこうかなと思います。でとりあえず実験的にですね、まあ、マキシマファイターだけで、ちょっとやってみようかなと思います。まあどれくらいちょっと耐えられるのかちょっと検証しつつやっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。じゃあこのままいきまーす。はい、さあでとりあえずどうだろう、多分無理だと思うんですけどもね、まあこっからまあ適当に編成を組んで、あとはご了承できればなーって感じがしますけどもね。まあとりあえずちょっと見たい突撃無効のところのね、もう無効が発動されてるマキシマムファイターがねちょっと拝みたいので、さあということで多分もうじき出てくるよね。あ、来た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 。いやでもレベル10なんでだいぶ多分耐性がついてるんじゃないのかなって感じがしますけどもね。あ、でもどうだろう、どうだろう、あ、でもあ、どうだろうね。まあこのねツバメがめんどくさいんだけどね、
こいつなかなか厄介なんだけど、これとあれかな、普通に、なんだっけ、普通にね、ゾンビキラー持ってるキャラクターと組み合わせればだいぶあれかもしれませんけども。あ、でも結構なんか耐えてない？多分、だいぶね、だいぶなんかいい感じな気がする。これあともう一体なんか突っ込めばいけそうな気がしますね、これね。これなかなかいいでございますけども。あ、でもなんかだいぶまだ耐えてますね。ちょっとスピードアップ使いながらこんな感じで休みますかね。こいつ、このね、こうツバメがいなければもしかしたら、多分全然いける気がするんだよね。どうだろう。これ結構厳しいかな。タッキーが、なるほどね。オッケー。まあちょっと、組み合わせれば、いけそうな気がしますね。ちょっとさすがにこれだけは、ちょっと厳しいのかなと、感じがするので、ちょっと、あれですね。また、ちょっと編成を組み直してちょっとやってみますかね。でも、割と耐えるね、結構。だいぶ耐えてるよ。ほら。いい感じに耐えてるけど、もう、あれ？タッキーいった。オッケー。まあでも、よう頑張りましたよ。オッケー。じゃあちょっと再生してみましょうかね。さあ、ということで、ちょっと変身を入れて軽くちょっと使ってみようかなと思うんですけども、とりあえずどうしようかな。この変身でいけるかな、ちょっと何とも微妙なラインなんですけどもね。まあいいや、とりあえずマキシマムファイターも入れつつ、あとはまあ他のキャラクターもこんな感じでちょっと入れながらやってみましょうかね。で、どうだろうね。あ、こいつがちょっとめんどくさいんだよ。ほら。こいつがめんどくさいんで、これがうまくとりあえずね、さばければいいんですけど、ほんとめんどくせえな、こいつ。めちゃめちゃめんどくさいんだけど、これどうしよう。これちょっと最難関にめんどくさいんだけど、ちょっともう、ちょい、これちょっと大丈夫これ。久しぶりにやるからね、こんな感じだったっけ。もう嫌なんだけど、このステージ。まあでも、いい感じじゃない。まあ、タッキーさえ倒れればいいんじゃないこれで。よし、オッケー。あ、タッキー倒れましたね。これでなんとかなりそうですね。もうめんどくせえな。もう、こいつ本当に嫌だ。本当嫌い、マジで。もう、早く消えてくれ、頼むから。よし。まあ、とりあえず。で、多分第2波来るよね。もう一応タッキーの方も来てますけれども。でも第2波さえなんとかね、なればいいんだけど。まあ、まずこれでとりあえず抜いての、もう一回行こう。よし、オッケー。で、これで、もう来んなよ。タイミングがちょっとね、よろしくないね、これね。タイミングが。いやー、オッケー。でも、なんか、いけそうな気がする。ちょっと、どうだろう。光があるか。微妙。ちょっと早くちょっとキラーを発動して倒さないと、これまずいね。オッケー。じわじわだけど、これワンチャン第2波、もう来てるね。もう、やめてくれよ、もう。これまさかのこれダメ？もしかして。ダメか。あれか、どんだけ来んの？来すぎじゃない？こんな来んの？このステージってこんな感じだったっけ？ダメじゃん、これ。ちょっとなんか、違う編成でこれ、後でリベンジしよう。ダメじゃん。ちょっとマキシマムファイターのちょっと活躍が、全然できなかったんだけど。いや、勘弁してくださいよ。いやはい、ということで、ちょっとあんまりですね、このキャラクターを活躍させることがちょっとできなかったんですけど、またちょっと日を改めてね、またちょっといいステージがあれば、ちょっとね、別途でやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。ちょっと即興でね、編成組んだりやるのが結構苦手なので、だいぶね、こんな感じになってしまいますけども、まあ、またとりあえずなんかね、コメントとかでアドバイスしていただければなと思うんで、よろしくお願いします。ということで、またですね、他に、本能で挙げられるキャラクターがいましたら、ちょっとやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。ということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ってことで、またね。